平井博明の「ワンナップゴルフ」最近の子がっていうのは最近の子たちの理論がそういうスイングに変わってきてるってことな、うん、そうなのそういうクラブでゴルフを始めたから、えー、俺らは、えー、俺らはって言い方は俺はそういうクラブでゴルフを始めてないから、うん、ちなみに俺パーシモンだから始めたの木うんとねうんうん古くない俺がね始めたのが小4からだから、うん 10歳ぐらいそうそれぐらい前,そ,前、ね、そうでその時はも,うもちろんチタンも出てたの <laughs> チタンも出始め <laughs> だけどだそ,そう使わせてくれなかったのメタルも出てたんだけどメタルも使わせてくれなかったの <laughs> パーシュモン使いって言われて <laughs>、うん だからそそれこそほんと糸巻きとパーシモン糸巻きボールバラタカバーって懐かしいねっていう言ってる多分人も多分今いると思うんですけど <laughs> <laughs> ロイヤルマックスフライとその草壁プロって草壁マッサージプロっていてその草壁さんから水野でパーシモン作ってもらってそれでそ,のそれを使ってただからそれこそこういうスイングこういう。 そうでも今のボールとクラブは反発が良すぎてパパンって飛んでいくのよそうだからまっすぐこうやって最初から動いてないとまっすぐ飛ばないのよ前はこうやって入れてこうやって打ってたのじゃないと飛ばなかったからだから言い悪いで言わないけど今の多分3四4 0代の年齢の方の方がより上の人の方が多分球を曲げるテクニックはあると思う今の10代20代の子が林の中からめっ めっちゃ球をを曲げてそうグリーンを狙うなんて多分亮君とか松山君とかは、うん、たまにやるけどあんまりやっぱ見ないもんねそう,そうだからただピンンにままっっすぐバーンって打つのはめちちゃくちゃくうまい、えー、そうだけどストレートボールなしよっていう試合がある,あるとしたら <laughs> もうちょっとワクワクしちゃうかもしれない今の30代40代より上の方はそうだからシニアツアーとかそれこそ4050代の人のゴルフ見せた方が面白いもん あ、うんテクインだじゃんテそう <laughs> あのねショットに味があるし動きもそうだからうんとねこれも全然いい悪いじゃないんだけど今の若い子たちがシルエットだけだったら誰が売ってるかわかんないそうだけど年配の方とか、うん、ほそれこそ俺らよりちょっと上ぐらいの方がシルエットだけで誰だかわかるからそれぐらいその個性もあるしめっちゃくちゃ味があって。 うわ続々するっていうスイングと玉筋を打つのよ <laughs> そうだから池田勇太君とか、うん、もうああいう何感性どっぷりの人なんかは大好きなのよ俺もそうだ最近では珍しいんでねでもねなかなか最近そういうゴルフって若い子からなかなか見なくなってきちゃったのも寂しい反面ただ世界に通用する選手も出てきてるから期待度としてはある。 見てて面白いからさただゴルフ一発ショットの面白さっていうのはやっぱこう年齢が上の方の方が面白いかなっていう感じはするけどねじゃあその道具によって全然理論も変わってきてるそう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 全然違くて例えばウエッジをごめんなさい今回シャフトの話なんですよね <laughs> また戻りますから一 <laughs>、はい、回だけウエッジの話させてくださいあのねえなグースウエッジと 要はデッパのストレートネックのウエッジってあって俺が始めた時はストレートネックって外国人要タイガーとかしか使ってなかったのタイガーが出てきてストレートネックっていうのが日本でも主流になってクリーブランドから始まってそれからストレートネックが当たり前になってきたのよだから今どっちかって言うとグースネックの方がえって言われるぐらいの 割合になってきたんだ,よ、ね、だからストレートネックなんかそうそう手に入る感じじゃなかったけどね俺が始めた時はみんなグースだからで「JS」って書いてあったの「JAYS」って言うんだけど、うん、もう,もう要はジャンボさんよ、うん、そうジェイズのウェッジとかアイアンがもうほとんどだったんじゃないかなだって多分それこそ30年前とか6割7割ブリヂストンが占めてたんじゃないかなジャンボさんのそのジェイズ。 うん、すげえ今でもそのコレクションしてる人は使わなくてもジェイズのそのセッティングを作って持って飾っとく人もいるからかそう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 からそういうのとかねすごい面白いなと思うけどねここにはないけどないなそれによってシャフトもじゃあそう。とか変わってきてんだそう,そうなのだから先が重いのがいいよアイアンでっていうんだったらもう間違いなくダイナミックオルトなるよちょちょっと待ってくださいね あこれこれダイナミックゴールドそうこ,れこれなんかはすごい先が重いのよだからインパクトがめちゃくちゃ重いその代わりすごいそれなりに分厚い球が出るし勢いがいいんだよねだからこのダイナミックゴールドのさっきも言ったけどバランス D2 とこのプロのバランス D2 だったら、うん、NS の方が軽く感じる これ重量もう多分 1, しか変わらないんだよねこのシャフトとこのシャフトでこの S200 って 129g なんですよこれが128かなだから 1g とかなんだけどこれ結局 1g しか変わらないんだけどインパクトの重さ厚さっていうのはもう全然ダイナミックゴールドの方が重いただ重いのが好きか嫌いかだけそうどっちがいいんじゃなくてんかその辺がね本当にクラブセッティングで変わってくる例えばクラブの話あのマッチングっていうか うん、の話ちょっとだけしていいですかシャフト例えばじゃあこれ1違うって確定させますで 1g シャフトが違うと総重量が 1g しか変わらないってことはまずないんですよ<ー>絶対にもっと変わるのでそれなぜかっていうとそれヘッドバランスの問題なのねグリップって例えば今ここにゴルフプライドのグリップが5本あります全部同じグリップでも全部同じグリップでも全部重さ違うんですよこれ<ー>そうだから 売ってるショップとかにこうバーってグリップあるじゃないだけど1本ずつ重さは違うのよメーカーは一緒に作ってるのそう一緒に作ってる一緒に作ってるはずなのに答え差が出てきちゃうんでよ、うん、だからプラスマイナス2ムとかって書いてあるのメーカーもーだからその辺は先に言っときますよと例えばこれ5 0ムなのね5 0ムから52と48が出たら大変なことなのよ <laughs> 確かにでさっきシャフト1ムしか変わんなかった、うん、でグリップが 測ったらいいのよ測り借りて全部同じグラムを揃えればいいんだけどこれ例えば48と52だったら前後4グラム違うでしょ4グラムっつったら2ポイント違うからバランスだから D0 と D2 ぐらい違うそうだから安易にグリップ交換って言ってもちょっとドキドキするの俺そうあとはじゃあこのクラブ市販で買いましたって言った下巻きテープと グリップ交換した時の下巻きテープで重さ違うから、それも1、2グラム簡単に変わる。だからね、すごいその辺はドキドキしちゃう。ゴルフのその1グラムっていうのが誤差じゃないってことだよね。そう。だけど製品作る上では誤差なの。ね。そう。そう,そう。そうなのよ。誤差じゃなくなっちゃうけど1グラムが。そう。それね、すげえ怖くて、でもしょうがないっちゃしょうがないんだよね。そうだよね。そう。 その辺がね、気にしない <laughs> 絶対気にしない食ってるもんだって簡単に買われるじゃないそうだよねそうなのよ <laughs> そうだから正直クラブセッティングは、うん、セッティングっていうかマッチングはキリがないんだよねでねでそう今グラムの話出ましたでごめんなさいね火ついちゃって <laughs> ダイナミックゴールドをこれから買おうとしてる方もしいたら、うん、絶対に知っといていただきたいネタがあるんですけど、うん ダイナミックゴールドって S300 と X100 ししか製造してないんで,すよでも世の中には S200S400 ってあるでもダイナミックゴールドは S300 と X100 しか作ってないその S300 より軽くなっちゃいました S300 より重くなっちゃいましたが S200 と S400 表示で売ってるのよだからアメリカで。 S200、S400 ってあの多分買えないと思うよ。そう,そう。だからアメリカで S300 と X100 を作って弾かれるじゃない規格外。それ日本に送られてきてたの、前は。今は日本で S200 と S400 を作ってるかもしれない。詳しい話は分かんないけど。でも、基本的にはトゥルーテンパーっていうところは S300 と X100 を作ってるから。だからそのシャフトを使っときゃ間違いない。 そうなんだ、それで誤差がありすぎちゃったやつをそう,そうやって売ってるってことそうでその誤差を 2g 以内にしましたよ、うん、っていうのがこのツアーイシューってやつなの。<laughs> これツアーイシューこれツアーイシューこの金のこの何<ー>シルクスクリーン印刷っていうのかな、うん、確かこれがついてるのが要はこれよねこれこのシルクスクリーン印刷<ー>そうこれがこれ ツアー一シって書いてあるでしょあ、書いてあるツアーイシューこれはその誤差をなくしてますよっていうだけの証そうなんだそうだから別に変わんないのあ、変わんない変わんないのただ誤差が少ないっていうだけで、普通のダイナミックゴールドはこういうふうに何にも入ってないのよこう何にもまっさら本当だそう本当だ そう、もうちょっとキモい話していい、うん、松山君は何にも入ってない、うん、だから<だ><だ>イシューじゃない誰もイゴールドなんかね松山君ね表示がね S400 ってなってたんでねだからウエッジからそのアイアンまで S400 を入れてる可能性があるんでね、うん、そ雑誌の表示だからわかんないけどだからそのなないの入ってなかってかた<ー>松山君はね多分そういうの嫌いっていうか、うんうん、い,いらないよっていうタイプだと思うんだよねわかんないけどそ時に聞けば答えは 間違いないね。ねうん出る。広きに聞いてみるか。うん、そうだから。ダイナミックゴールとか二つしか作ってない話とかすごい、ね。なかなか聞かないでしょ。聞かないって。そう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 。そんな知ってるって言の。そうだからシャフトのねメーカーの方にねチラッと聞いたんだよね。だからそういうのって俺。 クラブ好きだからあ、そうなんだそうなんだって覚える前に勝手にもう頭に入ってくる <laughs> そうへえっつってもうネタとして覚えちゃってるからなるほどねそうだからシャフトでその何千本って機械が打って飛距離は全部一緒っていうのもそうそのメーカーの人から聞いたのああそうなんだそうしかもカーボンのシャフトを作ってるメーカーの人から聞いたんでね、うん、だからその人のタイミングに合ったものが一番飛ぶっていう機械が打ったら全部一緒なの飛距離って変わんないの変わんないの だから人に勧められない方がいいですね。自分から見つけちゃった方がいい。そう,そうで、俺はこれがいいんだって。 思い込むことも大事、うん、それが本当に合ってるのだったらね、うん、合ってないのを思い込んでもしょうがないんだけど <laughs> ある程度まっすぐ行って飛距離が出てるんであれば、うん、もうほ他の人の言ってることをシャットアウトしてもうこれが自分には合ってるって思った方がいい。でだ,だって今言ってたもんね3球打てば分かるなでしょそう分かる絶対分かる。ゴルフやってる人だったら、うん、なんとなく普通にドライバーバチンって打てる人だったら、うん、絶対5球はいらないから大体12球でいいよ。12球ってじゃあタイミング合えば当たるから。 うん、そのシャフトがしなり方が合ってれば、うん、もちろん長さとかバランスもあるけど、うん、でもフィーリングがあれなんかいいって絶対あるから分か,んな分かる分かる分かる5年以上ゴルフやってれば分かるだからねその辺はねもうちょっとねドンズバがあるはずってもっと思ってもらった方がいいかもしれない <laughs> 探した方がいいのそれ探した方がいい絶対 <laughs> もうシだできるシャフトがあったら、うんうん、とりあえず全部シだするぐらいの勢いで打った方がいいあそううん で、必ずメーカー重さ関係なく打っていや知らねえけど何かいいってあるからそれを自分の真ん中の基準にするのよそっからあヘッドがつかまり悪いヘッドを使ってるとしました自分のねしたらあじゃあ基準からつかまりが悪いヘッドになってるからつかまりが基準よりもいいシャフトを入れてあげようってなると常に真ん中にいるじゃないそういう選び方をしてもらいたいだから。 何今の流行りのヘッドズバーンっつってあのアメリカの戦闘機の名前の今出てるでしょとかそうステルスとか、うん、今ローグキャロウェイ新しいの出たりとか,だからそういうヘッドが例えば「すげえここにバーン!」って特化してますって言ってシャフトもなんかもうめちゃくちゃいいのこんな端っことか言っちゃったらすごい球出るかもしれないのよ。うん そうだからあくまでも自分の基本を大事にしてもらってどっかに行ったらその対象の方のシャフトをそう選んであげたりとかすると大きく外れない足なんだそうなのそれを基準としてやってもらいたいのもちろんこことここはいい時もあるよあるけどまだからだからやっぱり何かに特化してるものを一つ選んだんだったら調和してあげられる何かをつ使わないと合ってこないだからヘッドのこうローテーション フェイスローテーションが少ないヘッドを選びました最近ほとんどそういうのだから、うん、だったらグリップの太さをーしてもらった方がいい <laughs> をそれ教えてくんのよだって知りたいですよね <laughs> そう。そうですねそうだから例えばテーラーメドのステルスとか最近入ったシムとかテーラーのああいうフェイスローテーションの自発的な動きが少ないヘッドを使うんだったらグリップの太さを太くした方がいいそれは のグリップと一緒で大きいネオマレットっていうこういうね大きいマレットはフェイスローテーテションが少ないのよだからフェースローテーションしないんだったらフェースローテーションがしづらいグリップを入れてあげた方がいいって言ってこういうスーパーストロークって言って太いグリップっていうのがマッチングしますよっていうのをドライバーにやってあげた方がいい。何ででももかんでもグリップの太さはこうっていうのがあんまり良くないんでもちろん好みもあるんだけどもその中でも。 迷いがあって何使ったらいいんだろうつけたらいいんだろうって迷ってるんだったら太めの方がいいそう,そうするとローテーションが少ないヘッドだったら少し太めの方がマッチングがいいからそれをやってあげた方がいいだからアイアンとかフェイスローテーションをきつめにバって使いたいよって言うんだったら細めのグリップがいいただそういう選び方っていうのが雑誌十五冊ぐらいは俺入ってる <laughs> <laughs> そう だシャフトもそうだしそう,そういうのが入ってるからだからぜひ公式 LINE とかですねコメントをいただければマッチング多少のアドバイスはできるかもしれないですすごいでも何万取りってなっちゃうんだねじゃああるだって何万で聞,聞かないんだ聞かないだから今日大変だよ <laughs> <laughs> だ疲れてきたでしょ <laughs> そうまだいく <laughs> 例えばアイアンのカーボンと、うん 一般的にはスチールが多いのかなアイアンはで今これグラファイトデザインのアイアン用の110ってやつなんだけど例えばこの同等の硬さでスチールは何って言ったら重さは110で一緒だとして X100 ぐらい X100 だと 130g になっちゃうからあれだけどそれぐらい硬いのよカーボンってだからスチールの X とカーボンの S がタイミングが同じぐらい硬さ的に感じるのはね そ,うだからそれぐらいカーボンって反応が早いから同じフレックスにしちゃったらカーボンの方がめっちゃくちゃ硬く感じるでカーボンだとそんな重たいカーボンってないから軽くするじゃない軽くしてフレックス落とさないと余計硬く感じるから,だからそれだけでも相当そのスチールとカーボンの差っていうのは大きい、うん、だから何のためにスチール入れるか何のためにカーボン入れるかっていうのがやっぱこう明確な方がいいよねそう カーボンを入れる方とかもいるんだけど、うん、そうすると、すごい落とし穴があったりとかするから。からそれ、すごい怖い。あれ前、アイアンにカーボンにしたけど。<laughs> 戻したもんね。スチールに。戻しました。<laughs> な,なん、で戻したのか。反応が早すぎる。そう、い、打ちたいところでもう、打っちゃってた。<laughs> 印象はね。そう。で、これ、これ、フジクラの百二十 x、うん、アイアン用。これね。 これ,これ知ってる人やばいマニアダイナミックゴールド X7 って知ってます皆さんダイナミックゴールドの X100 より上タイガーがねバリバリの時使ってたアイアンのシャフト X7 っていうだだあのねジェイソン・デイっていう選手とかタイガーとか使ってたんだけどぜひ、うん、パワー自慢でダイナミックゴールド X100 だと物足りないっていう人はダイナミックゴールド X7 っていうのをちょっと調べてみてください おすめすめしまちちゃくちゃく僕一回だけ打ったことありますけどもえっ、ー、とね鉄です鉄鉄っていうかあの動かない動いてる感じがしない、うん、あれはびっくりそうこれがね多分それクラスの硬さだと思う俺ねそう俺知らなくてこの時 120x 使ってたから 120x カーボンで頼んだのとんでもないことになったからこれ,これはやばいこれしならしたら本物 そういろいろ結局自分の使ってきたクラブここの他にも違う場所にあったりしてただ全部見ると系統がまったり系です僕ほとんどのシャフトがピンピン系ってなかなかなくてまったり系とピンピン系があるのは要は要、うん もまあ、元寄り元調子寄りっていうか動きが遅い動きが遅いイコールタイミングが取りやすいだからね球をコントロールしやすくて弾き系ではないけど確実に狙った場所に運びやすいっていうシャフトかなほとんどがもうピンピン系はねどっかにあります <laughs> あれあるじゃん超あるじゃんあ <laughs> これとかピンピン系だからだこれ藤倉のスピーダーシリーズのさっき「エボリューション23」ってあったでしょこれのそれの前,前<な>初代これとかもう超ピンピン系だからピンピン系とかさうんこれなんかダブルまったり系だから。<laughs> <laughs> これダブルキックなのよ元と中で元と先かなかなんかでしなってくれる BB えそんなのもあんだそうブルーバレット BBB b て書いてあるそう青い弾丸っていう名前そうでさっき DI はディープインパクトえそうなんだそう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 であの黄色いのは確かマイケル・ジャクソンかなこれもピンピン系ピピンンそう先ちょっと走る GT どういう意味なの もうう多分あのの車系 GT だと思たぶんね木本さんに聞いた方がいいかもしれない <laughs> グラファイトの社長これこれめっちゃいいシャフトうん M75 んかいいなこれこれね大好きだった俺 <X> そうそうこれねいいまったり系たり本当にこれめめちゃくちゃ癖なくてね<ー>すげえいい 結局まったりしててタイミングあった方が俺は飛んでたからこれもピンピン系だからうんクワトロテックこれ4軸なんですよカーボンって3軸で編んでんのねああそうだけどこれね4軸なのよカーボン編み目見えるかな見える見える4軸なんですよこれあそういうことねそうだからハンフレックス硬いのカーボンそう巻いてるからうんクワトロテックな感じがかっこいいね で4軸だから多分クワトラなんでうね、うん、これなんかはすごいピンピン系小平選手とかもうこれもう何十年使ってんのっていうぐらい多分使ってんじゃないこれの黒ね<ー>使ってたすごいだからなんかシャフトって結局戻るか変えないかになっちゃうんでねそうだそのしなり方が一番ってなっちゃうからあれでなんか新しいの出てもうその前のって使い続けられるもん使い続けられる作ってんだ うんとね、多分プロはね巻き直ししてくれる俺ねその中でも一番フィーリング良かったなっていうのはこれ宮崎シャフトのケーナ、うん、ケーナの「ケケーナ、うん、ケーナナ、うん、インディゴ 7X、うん」でこれがケーナの「K、ね」で「アイスウォーター」で「72X」72ね、そうこれがねめっちゃくちゃ良かったへえ<ー>そうであのねこれね2013、うん 4年ぐららいのダイヤモンンドカップマっっって作って作もらったのよそうそれでその時のヘッドがこれだ Z725 っていうヘッドこれを作ってもらったのねでこれにこのシャフトが入ってたんだけどこう構えるじゃないグリップのこのロゴを上にして、うん、でこの「炎」って書いてあるじゃないこれが曲がってるでしょ、うん、本当はこれ,これが上じゃない。 見えるこれが真上でしょでもさグリップのロゴをさ上にするとさ炎左向くじゃんそうこれね何ぜか曲がって刺さってるのんで分かんないあのね多分これねカチャカチャスリーブになったの初めてそれでこの向きでまっすぐ刺してほしいって言った人が多分いたと思うんそのシャフトだと思うんだけどでも俺打った時にこれが良くてこのままくださいっつったのよそれやっぱ変わっちゃうの向きでうんとね俺は変わんないと思うの だだけど変わるるっていいう人もいるんだよねスパインって言ってスパイン調整って言ってこことこうロックしてテンションかけるのよそうするとしなり方が変わるのよううのそうそれがスパインつってってでもね俺ねそんなことやってたらねプロみんなロゴ下向いてんのよだから俺関係ないんじゃないかなと思うんだけどあんまりね言っちゃうとあれだけどじゃあそれで感じる人もいれば感じない人もいるってことかだと思うんだよね俺は感じない っって言っちゃう感じないから <laughs> そうだってメーカーの人も絶対ロゴ下向けて入れてくれるのよ、うん。でさ俺さそんなにスパインが関係あるんだったら、うん、メーカーの人も聞いてくると思うんだよね大変だけど。うでアイアンもスパインがあるっつうんだよねだからさツアーイシューのさシルクスインがさこ,こ,こうやって向いてる人もいんのよ。うん、俺さ最近の技術があるんだったらスパイン調整してから一定の しなり方を見てその向きでシルクスクリーン入れるんじゃないかなと俺は思うわけよ普通そうだねで、そうでしょ普通そうだねそう、俺ねだからその辺がねちょっとねうんと思うんだよね<ー>うん、わかんないけどね実際のところはしなれば飛ぶし長けりゃ飛ぶってものじゃないドライバーのシャフトに悩んでる人の方が圧倒的に多いと思うんだよねだからああいうものって見るとあ、やっぱりだと思うわれ青木さんのシャフトってすごくない